中共の管制メディアは7月2日、中国国家衛生健康委員会によって改定された人体臓器移植条例を発表し、18歳未満の公民の生体臓器の摘出は刑事責任を問われるとしています。これを受け専門家は、中共政府主導の大規模臓器狩りは依然として隠蔽されていると指摘しています。中共の管制メディアは7月2日に、 臓器移植をさらに規範化するために中国国家衛生健康委員会は人体臓器移植条例を改定し人体臓器移植条例改定案を公表したと報じましたいかなる組織または個人が移植のために18歳未満の公民の生態から臓器を摘出してはならず犯罪が成立した場合は刑事責任を問われるとしていますこの改定案では 近年、実践を通して多くの経験が蓄積され、実際に臓器の取得と配分を管理するための一連のプラクティスが開発されていると述べています。今回の改定案では、これらを法律化しています。改定案はさらに、移植患者は生体臓器提供者の配偶者、直系親族または3世代以内の合計親族に限られると定めています。 因为中国政府已经长期面临人权组织啊、不同的医疗机构追究他们活体摘取来侵犯器官的指责，所以呢，他推出这个条例的目的，首先呢，他想美化“活灾这个名词，以后再提“活灾，再指责他们“活灾，就会想到好像是合法合理的一种情况。同时呢，他也是甩锅给医疗机构和医务人员，还是医疗机构的不法行为、管理不善造成的。 雑誌北京の春の名誉編集長、浩平さんはツイッターに、この見出しはつまり、これまでは18歳未満の公民から臓器摘出しても、刑事責任の対象にならなかったということか。18歳以上なら、生きたまま臓器を摘出しても、過去も今後も、 刑事責任を問われることはないとしています。这个法规对于提供非法器官或者是不明器官来源的这个组织机构也没有一个很明确的追责，特别是如果是政府机构、军队机构介入到杀害良心犯，不管是到监狱、劳教所，你杀害了良心犯，没有人家任何许可就强迫摘取他的器官，甚至活着时候就摘取他们器官，这样大的罪恶根本就不是行政处分所能解决的。 臓器の強制摘出に反対する医師団のコンサルタントを務めるショーンさんは、中共の臓器狩りは、政府が公安、検察、司法部門の協力のもとで、軍病院や民間病院を利用して行っている大量虐殺行為であると述べています。 这么多无资质的医院、医务人员都在做器官移植，这说明政府已经长期没有去规范这个行业。本来移植可以救人的，但是一旦成为暴利行业，政府介入这种恶行，所以造成中国很多地方人们无缘无故的失踪啊，包括游客醒来以后丢了一个肾，还有武汉很多大学生突然间失踪，人们都怀疑是不是被了。ネットユーザーらもさまざまなコメントを残しています。 これは中国共産党の臓器狩りの証拠である。このような邪悪で残虐な行為を隠すこともなく全世界の人々の前に晒した。中共活在法人公学園器官呢、这个罪行在国际上呢、已经被大量的曝光。现在各种消息显示呢、中共仍然没有停止对法人公学園的迫害。这种活器官的罪行有可能仍在进行。 カナダ国務省でアジア太平洋担当大臣を務めていたデイビッド・ギルガー氏とカナダの人権派弁護士デイビッド・マタス氏は2006年から中共の生きた人からの臓器摘出について多くの調査を行い 書籍、国家による臓器狩りにまとめ、この地球上に未だかつてない邪悪なことであると述べています。カナダ自由党のボーリス・フシスネブスキー議員は、臓器狩りは今の時代の最も暗い罪であると述べています。さらに、第二次世界大戦以来、中共のように国家と政府が運営する産業規模の人類の恐怖は見たことがないとも述べています。 今年の5月27日、アメリカの外交政策組織、現在の危険に関する委員会、中国はトランプ大統領とアメリカ議会に対して、トランプ大統領の主導で中共の臓器狩りによる大量虐殺をやめさせるよう求めることを含む、十数件以上の提案を行いました。NTD ジャパンがお伝えしました。